こんにちは、かおりです。2月ももう終盤に差し掛かってきましたね。寒いですね。今日は2月25日、えー。日曜日のね、夕方、ちょっと気になって拾ってたニュースを見ていきましょう。で、この人は誰でしょうか。この人はね、元議員の無職、中村力さんが容疑者になってますが、どうしたのでしょうかでね、この元議員がね、 障害容疑で緊急逮捕で、あのね、面識のないね、女性をね、殴ったっていう、これな、何をしたっていうか、何が起こったのかっていう感じだよね。面識のないさ、女性、自分の子供ぐらいの年頃の女性を殴るってね、ちょっとこの事情はね、よくわかりませんが、 あの元議員なんだよねで。で、この人ね、ちょっとね、見ていくとね、おも面白いっていうかね、中村、中村ね、力ね。この人、なんと、出身校東京大学法学部、62歳で。前職が、優勢省に勤めてたんだよね。で、無所属から自由民主党、自民党だね。 でね、今ね、何やってるかって言ったらね、この肩書きがさ、まだ政治家なんだよね。で、今やめてるけれど、政治家を諦めてないの、これ復活しようとしてるのかね。で株式会社、ドリームマックス、岩手代表取締役で、でね、この人のね、あの、プロフィールとか見ると、なんかまだあの、議員にね、あわよくば 帰り咲こうととしているるのかなと思われるだってまだ政治家って名乗ってるでしょだからさ、辞めた議員の中でも、あわよくばっていうのいるよね。で、あの、でもさ、こういう事件を起こしがちなさ、こう起こしちゃったよね、起こしちゃうと、やっぱりね、あの、よくわかるね、この人柄がね、何があって、 でもこれ、女性を、面識のない女性殴るってさ、これど、どういう場面なんか病気なのかねこ,この人ね、精神疾患とかあるのかもしれませんがね、あの、元議員もね、これ監視してないとね、あの、こんな傷害事件とか起こしてるくせに、あわよくば、あの、しれっとして、また復活してくるかもしれないからね、はい。あとね、 あのこの現役のね、議員ね、まあ、自民党はね、まあ、戦争屋が多いよね、あわよくば、えー、また日本国民をあの戦争に引きずり込みたい、で自分たちはねあの、絶対安全な場所にいるんだよねで、戦争を起こすと何がいいかって言ったら、あの儲かるでしょ。あの特に その関連企業とか大儲けするんだよねあの過去の戦争でもそうで,で反省してないんだよねあのだから財閥ねであの第二次世界大戦後は G19 が来て財閥解体とかあのやってくれたけれどまだ相当あの政治に関与してるよねであの自民党議員の表伝とかなってるでしょ。 で、その、あの、自分の、まあ、身内だよね。身内の企業を、ええー、政治家が儲けさせるためには、戦争に絡むことがね、やっぱり、あの、大儲けできるんだよね。でね、誰がね、戦争屋かっていうのをね、これを見つけるためのね、あの、手段、手段っていうかね、指標がね、ほぼほぼ分かってきましたね。<laughs> でねその前にねこの人なんか怪しいよねっていうのはこの佐藤正宏正宏このひげの将軍とかさひげの将軍じゃなくてなんか出,出てくるじゃんこの,この人ねでこの人がねあのもう今参院議員やってんだね元外務副大臣で自民党の佐藤正久ねでこの人があの鈴木さんとなんかテレビで議論してて。 でね、この議論で、ね、見てるとね、面白いんだけどね、最近ほら、あの、ナワリーヌイさんって人が亡くなっちゃったよね。で、これであの、プーチンがひどいひどいという話になっているのですがね、私はこの件はね、なんか裏がありそうなね、気がしてます。それで、この事件で誰が何を言うかで、 誰が戦争屋なのかも、ある程度あぶり出せるかなとね。はい。でね、面白いのがね、今、ロシアにあの制裁してるよね。あの、浮く戦争が始まってからね。で、こ佐藤君がね、日本はプーチン氏に個人制裁をかけてるんだって。これ初めて聞いたね。あの、ロシアに制裁じゃなくて、 個人的にも制裁をかけているんだ。で、それは日本の覚悟を示してるって、この佐藤君がさな、なんでそれが日本の覚悟になるの <laughs> こう、日本全体の相違みたいに言うなと思うのですが、でね、鈴木さんがね、面白いこと言ってんだよね。鈴木宗男さんがね、これに対してえ、プーチン氏は日本に1円の財産をも持ってないってことね。 だから個人資産をプーチンさんは日本に持ってないのにその個人的に経済制裁してどうなるのかっていうかこれ制裁にならならいでしょ <laughs> プーチンから見たら痛くもかゆくもないでしょ日本政府が自分に個人制裁してもねで全くお粗末だっていうのはこれはこの日本政府がやっていることがお粗末だって鈴木さんは言ってんだよね。 でこの佐藤君はプーチンに個人制裁をかけていることが日本の覚悟を示しているとかなんかよく根拠の分かんないこと言ってるんだよね。で鈴木氏は、えー、さらに日本政府のロシアに対する、えー、外交方針を疑問視し,しこれはうんぬんかんぬんでねであの北方領土の問題っていうのは前からあるけどこれはね 安倍晋三がねプーチンにへつらってねあどうぞどうぞあロシアに差し上げますからって、えー、もう言っちゃってるらしいんだよねでもさあの北方領土ってさあの日本人のがあのお墓参りとかは許可されてんだよねでねあとね鈴木さんがね面白いこと言ってるのはねロシアとウクライナの現在の戦況をめぐりロシアは 余裕がある、うん、であのー、キム・ジョンウン君もさロシアに、あのー、支援とかしてて今あのロシアの方が優勢って言われてんだよね。でゼレンスキー大統領についてはそもそも大統領にふさわしい人だったかと、えー、鈴木宗男さんは 疑問をししました、ね、でこの佐藤君と鈴木宗男さんの議論を見ていると、まあ、大体ねどっちがどういう立場かっていうのはねよく分かってこれ立場真逆だよね。<laughs> でこの二人のどっちが戦争やかといえばねこれを見ればわかるんですね。あので私はこの佐藤君が怪しいなと前から思っていて。 あるね、項目をね、えー、チェックしていきました。こういうさ、一見ちょっと見てくれのいい人をさ、持ち上げちゃうんだよね。でもこれどういう人間かっていうのをさ、ちゃんと見ていかなくてはいけませんね。でね、ちょっと待ってね。ちょっと待って。これね、また私はミスをしてないか。あ、嫌ない、嫌な予感がしていました。今ね、今変なところをね、私はね、押しました。<laughs> 変なところを押してね、 ちょっともう一回ね、もう一回ちょっと落ち着いて出してきますね。このね、あ、これでどうかな。これで、あ、ダメ。ちょっと待ってね。ちょっとね、今ね、ミスってます。私はいろいろ操作をミスっていて、このね、佐藤くんがこれ嫌がってるね。それを出さないでくれ。<laughs> それを出さないでくれって言っているような気がするので、ね、もう一回ね、この佐藤ね、正久さ,さんね、 まあ,まあまあ若いか、1960年生まれの63歳でね、この人がね、戦争やかどうかを見ていくにはね、ある項目を見ていけばいいんだなということがね、分かってきました。これ大丈夫ね。今度大丈夫ね。ここ、この憲法改正議論を見て、憲法改正賛成。ここにね、ここ、ここね、憲法改正賛成。 はい。でも、ね、次ね、自衛隊の国軍化を、えー、主張。だから憲法を改正して、自衛隊を国軍化にしろとか言ってんだよね。でもこれ見れば、あ、この人戦争屋だなってわかるよね。だってこの憲法を改正する必要ないじゃん。で、あの、憲法ね、改正派のね、あの、理屈でよく言われるのがね、 アメリカかかかららら押し付けられた憲法だだとか言うんだよねでも押し付けられてないですよこの戦後の憲法は日本人がの憲法学者ね鈴木斎三さんっていう、えー、憲法学者があちょっと名前違ったかもしれない鈴木、えー、なんとか蔵さんねあの日本の憲法学者があの、ね、練りに練って作ってて119にももちろんこれいいですかと言ってね あの話し合いながら、えー、作られたもので,で当時の,あの世界の理想を日本国憲法にあのこ込めてるんだよねその平和憲法としてのねあのすごく斬新な、えー、トップレベルの憲法なわけでさえ素晴らしい憲法を日本はすでに持っているから、えー、これをね改正したいっていう人は私は ね、あのー、戦争屋だとね、見なしています。で、これ分かりやすいんでね、これ見ると、あそうか、こいつもそうだったかっていうのね、あのそうそう、すぐにね、分かっちゃうっていうね。はい、それでですね、これね、えー、ちょっと待って、さっきね、もう一個ね、記事を見ていこうと思ったのですが、あのね、これ、これじゃなかったな。えー、っとね、 ちょっっと待ってね今ね、今何分くらい話してるもうもうちょっとね、もうちょっといきますがね、さっきね、あ、これね、これ面白い記事が、ね、あったんだよね、あのー、これね、えー、自民、裏金議員の追徴課税ね、えー、これを、あのー、脱税してるよね、あのー、自民党議員はね。だから自民党ってさ、 あの、脱税党とかさ、泥棒党とかさ、戦争党とかさ、あの、わかりやすい透明に書いた方がいいよね。自由民主党じゃないじゃん。どう考えたってね。どこが民主だよっていう、あの、国民のあの税金を盗んでる政党がどこが民主なんですかっていうね。で、このポスターがね、面白いって言われてんだよね。あの、雑脱税者は見つかる。さざつかうわ。 見つけるっていうね脱税は犯罪、はい、脱税は犯罪ですでだからねあの政治資金収支報告書に記載していないお金っていうのはそれ政治資金じゃないってことになっちゃうんだよねだからもうここにあの記入しなかった時点でそれ所得あったでしょってことで課税対象に なりますというねでも払う気がね全くないんだよね自民党員ってねもうすごいなんて言うんだろう自分たちはさあの貴族院の議員だと思ってるよね <laughs> もうなんか戦前の議員みたいな感覚だよねでねこの人たちね裏金議員が追徴課税されたらいくらになりますっていうあの計算をした人がいるんだよね この全国商工団体連合会とかね、あとはあのえ国税でもともとこの丸さとかやってた人ね、OB もこの計算をしてたんだよね。で、二階くんの場合はね、追徴税額がね、1078万円。で、その2番のこの三林さんってさ、名前だけよく出てくるけど、この人が、不記載額が、 2954万。これ、不記載額っていうか、これ、裏金って言った方が早いのよね。裏金とか脱税金額って言った方が分かりやすいよね。で、この三林くんが追徴課税されると、897万円で、この追徴課税が多い順に並べると、ほら、橋本聖子ね、767万、七、え、万、ー、萩生田バーベキューさんが、 755万。はい。えー、山谷にえ子くんが621万。えー、あとこれ、堀井学ってあの、北海道の、えー、スピードスケートの選手でしょ。で、602万で、えー、これをね、合計するとね、1億3000、三、えー、1億3533万円になるんだって。でも、これ、何年分なのかな ?3 年分か。 5年分っっていう話だっけそうだよね、1年分ではないよね。でもそれ以前に遡かれたらさ、この合計金額ってすごいことになるよね。で、国税が強制調査に乗り出す基準が1億と言われてて、まあ、十分対象になるよね。で、この追及したね、えー、これは誰だっけ、議員がね、 国会で追及してた議員がこの小池議員がね自民党議員に税務調査を行うべきだよねっていうか何で今までやってなかったんですかってそれが不思議だよね。でこの鈴木俊一財務省はさ税務行政の中立性を確保するため国税庁に指示を行う考えはないって。 いやあんた財務省だからさもう国税庁にね支持を行う気になればすぐできる立場なのにね。で税の調律性を言うなら国会議員も納税しなくちゃいけないよね。でこの国税庁の啓発ポスターが「脱税は犯罪 <laughs> で」で、えー、これが力強く、えー、書かれているというね。 でねあとこのインボイスっていうのが始まっちゃったんだよね。この自営業の人に対して。で、最初はほら、やらないって言ってたのに、これを書き集めると、結構、ね、あの税額になることに気づいて、これもものすごくめんどくさいんだよね。このインボイスの制度で、これであの納税するってね。で、1円単位で国民は監視されている、いるのに、この何、あの国会議員はさ、 えー、3000万とか 2000, <laughs> 2000万とかね、えー、これであのおめこぼしを何年も受けているというねでさこの国税ではね問題はね国税庁もしっかり調査しないともうここのさこの組織の信頼性がもうほぼ疑われてるよねでもまあ中にはさあの真面目にやってる人もいるから あの全員をこう攻め、攻めるつもりはないのですが、やっぱりこの国税庁がさ、この機関として、もう信用がもう相当失われてきているのですから、頑張ってくださいねっていうね、はい、この脱税は犯罪、ね、脱税は犯罪のポスターは <laughs>、国会議事堂や自民党本部とかさ、あと議員会館とかにさ、 ももう何十枚も貼っておいた方がいいよ、ね、はいそういうわけで、はい、このね、まあ、裏金議員はねもともとのどういうあの根性でこの裏金もらって当然かって思ってるかっていうと、まあ、自分はなんかこう貴族みたいなねあとはあのー、人を人とも思ってないメンタリティってあるよね、うん、だからこの裏金もらうくらいなんだっていう。 なんだろう、もうこう開き直ったね、えー、態度がありありの議員だらけですねっていうね、はい、そういうわけでね、この戦争屋をね、えー、割り出す方法はね、ここのね、えー、憲法改正の主張を見ていくとね、良いですよっていうね、ことを強調しておきたいです。このウィキペディア見るとね、ね全部書いてある、この政策主張のところにね、 あのー、こう書いてあって自民党なんてほぼ賛成してるよねだからさ、まあ、こういう人間はさ、まあ、犯罪者だよね国民を戦争に引きずり込もうっていうねこれ国家転覆罪とかじゃないので国家転覆罪を適用したらさあのー、もう一択しかないよねはいえー、究極の刑 <laughs> 罰一択しかないはずで こういう議員をこれの野放しにしとくって、えー、これこそさ安全保障上の一番の問題じゃないと私は思います。